リムティエは、フランス、ノルマンディ地域圏、オルヌ県のコミューン。ペイドージュ地方南部のコミューンである。町は、リバロペイドージュの 10km 南、トランの 18km 北東、ギャセの北 19km、オルベックの南西へ 22km に位置している。コミューン内を、ビカワが流れる。コミューンの標高最高地点は、レバントという場所の近くにある。 面積の南西端で236メートルである。反対に最低地点は北の美カワの入り口にあたる地点の92メートルである。コミューンはボカージュの景観を持つ。コミューンの名称は最初ラテン語の形態を持って1025年に、ビマネステリアム、1027年と1035年に、インビーボ・モーナステリオ、1071年頃、ワインムステリアム、その後、 ロマンス語の綴りとなり、ウェストモスティア、1175年頃ビアモスティア、1198年には、ウィモスとイアであったことが証明されている。この名称はムーティアという要素で構成されている。古いフランス語のモスティアから来ており、モンスティアは、時に、修道院を表すが、しかし時には教会を意味している。最初のシックスマイナスは、ビカーか、可能性が低いが、 ラテン語から生まれたビカスのどちらかを意味する。ブルターニュコー・アラン3世は1040年10月1日にピムティエで独殺されている。ジュミエージュ修道院が市場を含めた権利を持っていた。そのために、イエモは施策ロジェ一世とモンゴムリと修道院は対立することになった。1830年、ピムティエは南西を接するポンドビと合併した。 第二次世界大戦中のノルマンディの戦いで、ビムティエの街は1944年6月14日、アメリカの爆撃によって、ほぼ完全に破壊された。200人の死者が出た。ビムティエは、武装親衛隊第 2SS 機構士団の後方基地となっており、ファレーズポケットの戦いで連合国側について戦う、ポーランド軍第1機構士団が、カウンター攻撃を仕掛けた。 ビムティエが解放されたのは1944年8月22日、オルメル山にてシャンボアの戦いが終わった後、カナダ軍によって出会った。オルメル山にはノルマンディの戦いの記念碑が立ち、人々が訪れる。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をする者の重複分を除いた者。それ以降は、 当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。